3つ目のキーワードこちらです。じゃん、はい、指定管理の枠でできることとできないこと。さっきもこの映画の話で出てきましたが、うんうん、その指定管理でやっている仕事を紹介している、うん、地域のことを紹介している、はい、時間と、うん、あと自分たち仕事としてやっている人たちの時間がありました、うんうん、はい、日々石本さんもですねお仕事されていく中でこの頃こういうことも感じていると、うん、例えばどういうことでしょうか。映画の中で言えば、うん、児童館で子ども放課後面倒を見てるけれども、うん、6時になったら返さなきゃいけない、うんうんうん、でもお母さんたちは6時にはすごく無理して仕事を終えて帰ってきてる、はい、本当はもうちょっと長く見てあげてご飯も出してあげたいんだっていうようなところから仕事を起こした話がありましたよね。はい、まさにあんな感じです。ここでもたくさんの人たちが集っていただいて、うん、はい、小さい子からお年寄りまでいろんな方が来ますけれども、まあコミュニティセンターっていう特性上できることって限られてると思うんですよね、うんうん、例えば、高齢者の方たちが来て自分たちのサークル活動してみんなでここでお昼食べたいんだよね、お茶飲みたいんだよねって言った時に、はい、いいですね、じゃあなんかこうカフェみたいなこともやってあげたいなって、うん、そういう場所でちょっと年配の方が来てでまた子どもがいてなんとなくこう多世代交流ができたりってそういうようなね、はい、こともやってみたいなと思うんですけど、うん、やっぱりここでそんなね厨房でさっさっさってお料理作って出して、うん、コーヒー入れて出してっていうことは、まあ、この中ではできないことなんですよね、うん、できないですか。だからそういうようなここのコミュニティセンターの役割が担っていることを、ここの建物の外でできたら、ね、自由にできたら楽しいなっていうふうには感じています、うん、はい。それさっき言ってた、うん、北海道ではなかなかまだ札幌ではまだないけど、うん、指定者管理の先にね、うん、映画の中であったみたいに、うん、自分たちでじゃあその先の、うん、求められているものを仕事として起こしましょうっていうところまでなかなか行けないけど、はい、今後やっぱり若津として目指してるわけですよね。そうです、はい、まさにそっちの目指している形、うん、そうですね、地域の人たちが求めていることをなんとかこういい形にして、でそしてさらに仕事として成り立つようにそういう仕組みを作っていけたらいいなっていうふうに思います。どうですか、やっぱ地域の方たちいろんな人が出入りするでしょ、うんうん、はい、まだまだこういう仕事もこの人たちならできるのにとか、あと自分を振り返ると、はい、私も一応専業主婦10年経験しておりまして、はい、専業主婦もやっぱりね5年10年になってきますと、はい、いや社会に出るってすごいハードルが高い、 あとは私なんかできるかしらっていう感覚ってみんなあると思うんですよ ね、 すね、私も12年専業主婦やってました、はい、ちょっとその真っ只中ではなかなかやっぱり自信がね、ないかと思うんですけど、そうですね、お家の仕事をずっとやってるってこう狭い枠のようで、実はすごいいろんなことに関わりを持って幅広いことだと思うんですよね、はい、家事一つとってもそうだし、学校のことでもそうだし、私なんかは自分が絵本が好きだったり、はい、その子どものおもちゃを選ぶとかっていうのもすごくなんかこう一生懸命我が子のためにと思ってやってきたんですけど、それが今こう振り返ってみるとそれがこう今の仕事のベースになって、この今子育てに悩んでいるっていうかね、はい、真っ盛りのお母さんたちにそういうことですごくいいアドバイスができたり、そういうところで会話が盛り上がったりするじゃないですか、はい、あと高齢仕事を一つ仕事をリタイアされた方たちも時間はたくさんあるけれども、元気だったり技術をたくさんお持ちだったりするっていう方がいっぱいいると思うんですよね、はい、そういう人たちがただこうボランティアだけじゃなくって世の地域が回っていくような仕組みの真ん中に入れるようなことができたらいいなっていうふうに思いますね、なるほど、そういう方たちが自分たちのやりたいこと、あと地域に必要なこと、困ったをね、地域の人たちでカバーし合えるような、そしてそれが仕事になるような、そうですね、はい、そこがこう若津コープができることかなっていうふうに思います。指定者管理の枠でもしできないことでもやりたかったら、こうできることを、自分って場所を作ってでも、そうですね、はい、うん、からでも自分一人ではできることじゃないんですよね、もちろん仲間がいて、あと地域の人たちの賛同を得て、ね、一緒に取り組むっていう、その手間のかかる過程が、ワーカーズコープの仕事だと、なるほど、そのプロセスです、はい、大切なのはそこのプロセスですよ ね、 はい、素敵です、はい、なんか映画を見た後なもんですから、はい、なんか石本さんならできるできると、ありがとうございます思いました、はい、この映画を見るとこれからの生き方とか、あと地域のみんなでなんか支え合うことでの、
生き生きぶりっていうんですかね、そんなものもすごくいろんなものを感じます、6月1日からシアター秋のぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います、はい、今日のゲストは札幌市篠野コミュニティセンター副館長で、NPO 法人ワーカーズコープ、組合員の石本依子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。